線路を見ていたはい、いらっしゃい。はい、じゃあ出発しますね。はい、ありがとうございます。倉敷川川船へようこそいらっしゃいました。船頭の大塚です。よろしくお願いします。いい写真が撮れましたかね。はい、この船ね、約20分間の船旅ですよ、ね。川の深さはね、60センチから 1.2 メーターくらいかな。ずーっとまっすぐ行きましたらね、ずーっと行ったらもう瀬戸内海に続くんですよ。ね、瀬戸内海に続きますからね。まあ、今はもう浮力図入らなくて、多分ね。この左側の今、石がいっぱい積んであるところ、これが明治22年に作られた倉敷宝石の宝石。今、倉敷アイビスケアというホテルがあるんですけども、あれが倉敷宝石の跡地ですね。現在のクラボー、クラレっていう会社なんですけど、これはここから始まってますね。ここではインドから持ってきた原麺なんかも網下ろししてますよ。この倉敷は江戸時代の天領ですからね。天の領地、徳川幕府の天と崇めまして、それの領地、幕府の飛び地ですよ、ね。ここから幕府までお米を運んでたんですよ。江戸時代ここからね。だからほらこの右側の前は町屋ですけど後ろには蔵があるでしょ。あれも米蔵ですよ。そうなんですね。米蔵ですね。徳川幕府直轄の飲料なんで。税金も安くて、年貢もね、いつも世の中もね、税金が安いと儲かるんですよ。儲かったら、家を建てたり、蔵を建てたりするでしょ。その時の建物ですよ、これ見ろ。ね、江戸時代の建物。どこから持ってきたとかね、新しく作り直したとかじゃないんですよ。そのまま昔の建物が皆残ってるんですよ。戦争の時もね、ここはね、爆撃されなかったんですよ。だからね、ここは安かったわけです。爆撃の順番にはね、爆撃の対象にはなってたそうですよ。ですが、爆撃の順番があって、やっぱ大味さんの受け入れを持ってるとかいうところで、ちょっとこれね、順番が遅い方に出てきてたんですよ。だから、広島には申し訳なかったけども、ここを爆撃から免れたんです。だからこの右側のこれ、今駐車場になってます。これは昔のお魚の市場です。それこれ、暗くてちょっと見えにくいけど、月あたり、これ赤レンガの作りなんですよ。こちらは目がよく見えますね。私も見えます。見えない？目がやっぱり明るいのに慣れてるからな。あれ、ずっと見たら明るいのに見えます。あそこは昔の冷蔵庫ですよ。冬の間にこう、リゾットに。真正面の方に水門がありますけど、橋がありますけど、あれはもう昭和になってから作ったものです。お米を運ぶための船が行ったり来たりしてたわけですから、こういうのは昔ありませんね。これ何やろ。つぼみでしょ。つぼみ、つぼみだって、つぼみが虫が虫を取る。そう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 。要求じゃあ、いや、あれ換気してるらしいね。湿度が高くなると虫がこう上に上がってくる。それを雨に。ありがとうございます。じゃあここでね、U ターンしますよ。はい。今これの傘は 1.2 メーター。これはこう、コインもいるし。昔はな、ここからずーっとまっすぐ行ったら瀬戸内海は、江戸時代は3キロくらい行ったら瀬戸内海だった。今はもう埋め立て埋め立てしたから瀬戸内海はここはもう18キロ。
ですよ。瀬戸内海は昔は満潮になると、ここに潮水が入ってきたから、ここは昔は潮水側というから、潮が入ってきたから。で、60数年前に、潮止め工事っていう海の水が入らないようにしてから、潮水が入ると、ほら、田んぼとかなんかにある潮水が入ったら、海が作れないわけ。この川の上流側のこの景色が江戸時代に流行して、南部の方にお米を運んでいきまして、僕がやって戻ってきた時も江戸時代とかの風景一緒ですよね。これはもう後ろ向きにも後ろ見たら信号機があるわ、通りもあるわ、風景もあるわでしょ。そう、こっちは何もないでしょ。じゃあ江戸時代です。昔のお米を運ぶ時の深さは2メーター以上あったりする。このくらい の, 今水、ね、水門で水の量を調整してるんだけど、このくらいの水の溜まり具合がリニムリニムマスクかおすすめの店、何がおすすめなのかいろいろある。食べ物だけじゃなくて、韓国ではあれは小島って、クラシックやの小島って言って、それからこそ、ジンズの発祥地ですね。ジンズの発祥地は、日本のジンズの発祥地は小島で、瀬戸大橋のためとか、あれはジンズバスってのバス出てるんですよ。つまり、あれはそれに行くところ、確かにアメリカの経営人生に行くどうって言うの？大手饅頭は岡山のね、日本三大饅頭の一つ。金だんご、だんごか。母さんに何か買ってきてくれたら何だっけ？どちらからお越しですか？広島。広島からじゃん。あ、もみじ饅頭から来た。あ、そうです。やっぱり、ワインのところは何だろう。ムラスズメ。手作りみたいに作るところがあるんですけど、もうですか、富山にも料理とかね、このあれよ、右側のでっかい太い木はこれ200人くらい買ってる、ね、すごいマスクあるのかな。ジーンズのマスクもあるよ。ああ、頭に持ってもらえないな、今までの人生かな。この、左側は、この日本道徳アミニさん。日本のおもちゃ、世界のおもちゃをね、こういうのが、2万点から禁止になったらしい。ここは江戸時代の建物だからね。一段落としたりしてるのはこれはもうあるよ。一段落としたところは、改造したところは70年前くらい。川幅も本当はこれ倍くらいあったもんね。またお米を運ぶための船がね、行ったり来たりしてたんですね。左側の方は左側の道路の半分近くまで川があったんですね。左側の方は埋め立て式のパラダイスな、この荷物の青色調整、階段上の断肉のものこれは、そうこっち側は、こっち側見たら、だからその、これ明治時代のやつだけど、これはそのまま残ってるよ。右側の方は大体、昔の左側の方は、もう、やっぱり、ね、道路の半分くらいまで、なるほどね、確かに右側の方には古いのがなかった。コケが生えてる。で、
この左側の左側に蔵があるでしょ。倉敷民芸館という蔵土蔵がある。この蔵土蔵が江戸時代の商屋さんのためにある。この左側の蔵。倉敷民芸館であるんです。これは江戸時代の商屋さんのために。この蔵がね、大体4分くらいあった。4つくらい。ここにいろんなところからお米を集めてきて、そのお米をまた船に乗せ替えて、瀬戸内海に乗って、幕府のお米を運んで、そこを天皇の料理番というところに乗せて、テレビに乗せて、タップとなるドラマ、見るのか。で、この左側の、今の白いガラス張りの建物、左側、ね、ここだけ西洋風の建物。そうですね、これは大正6年、100年ほど前に作られた倉敷の町役場では窓ガラスを見てもらったら、ね、100年前のまだ手作りのガラスがまだ使われている。下の方のガラスがいいかな、ちょっとデコボコしてるような感じなんですけど、これが100年前のガラス。えぇ、ー、まだデコボコじゃないですか。デコボコじゃない、あれ手作りじゃないよ。すごいな、機械じゃないよ。あの昔はなかった。あれ要するに、まあ断面の透明度はちょっと高いんですけど、ね、あの老人の上に話すから、ちょっと深く行こうな。これはあの NHK のカーネーション防止の舞台だった。ああ、何で岸和の中央郵便局。その後は天皇の料理番の会社が始まる。ルローニ原神。そうなんですか。そうそう、結構した。あの今から、この橋があるでしょ。この橋の欄干で。あったかもしれない。開けるくんが結構しとった。えー、知りたかった。あの、京都の神社なんですけど、今から通っていく橋が、これが中橋という橋でね、これ明治10年、140年ほど前にこれ作られたんですけどね、この橋ね。これコンクリートじゃありません、一枚の。繋がったんだろうか。京都下からね、この足を出た段階で、レゴンの選手が NHK 朝のドラマの松さんの声が志村けんさんのところに犬テントさんとさんに人形は今、クレーン車が来てる。これ松の木の先生が、この松の木の剪定してる松の木、これは年齢が200歳で、200年間この仕事をしてます。お子さんくらいなんて旅館の鶴形さんですけどね、これね、旅館、この旅館鶴形さんの建物が280年ほど前に建てられた。見てみてます、綺麗。うん、止まってるね。ここ1万何本から何本みたいな。これ2階に50何畳の大広間と結婚式の披露宴があるんだな。今日花嫁さん、船に乗ったの見た？今日花嫁さんの船に乗ったの。あ、そうなんです、ね、見てない。2時半からね、花嫁さん。周り見てもやっぱり電線もちゃんとないようにしてるからね。あ、本当だ、うん、だからね、めっちゃ綺麗だ。あ、昼があるお、あれは白鳥さん。あ、白鳥、白鳥、あれね、白鳥見て画像とか見てる。そうさ、あれは白鳥は今追ってオスとメスですね。オスが育ちに、メスが夢ちゃん。すごい、14歳くらいになったんだ。私も卵産んだけど、ひなはね、こっちは帰らなかったの。去年は卵産んで、ひな1羽だけ帰った。すごい、うん、4、5年前にはあの4羽帰ってくるからね。そんなに帰った。おお、今やっぱり変わらないかな。去年は1羽だけ、卵4つくらい去年産んだ。今年もね、2つ産んで見えなかったんだけど、2つまでは見えたんだ。この真正面のこの橋が今橋という橋で、これがあのちょっと綺麗な立派な橋になる。これは大正15年に昭和天皇が倉敷の方にお越しになったので、昭和天皇に渡り止めをしてもらった橋です。
渡り止めって橋をパッと作って最初に渡るのを渡り止めって言うんですけどね、うんうん、それを昭和天皇にしてもらうために作ったんです、うん、だからね、菊の御門も掘ってある欄干の石の柱なんでしょ、うん、石の柱が作ってるんです。上から見る柱、あ、本当だ、柱から上から見るのね、うんうん、それで欄干の掘り物は竜の掘り物です。竜はこちらから見た竜は内堀になってます。この裏側から見た竜は竜を線で彫ってます。線彫りですね。で両方合わせて陰と陽、陰と陽を表した。で竜の爪が5本爪です。実は竜っていうのは3本爪です。5本爪というのは中国では皇帝関係しか使わない。なんか皇帝の人形が来たんで5本爪にした。大正15年に作りたいらしい。橋のデザインは大原美術館の絵を集めた小島虎次郎さんがデザインしたんですよ。子供が生まれたりしたからね、髪張ったんやな。ガチョウじゃないよ。あ、いいね。今これの方は60センチくらいだからね。これはちょっと浅いからね。今日朝のほうが綺麗だったんだけど、また泥水が入ってきたな。雨が降った時に泥水が来るのに、こんな庭に来るんだと思うから。はい、左側はギリシャ神殿風の建物が大原美術館。昭和5年に日本で初めて西洋美術品を取り上げた美術館。90歳になりましたね、美術館。8月の中旬まで休みという休みだったんだね。エル・グレコの受胎告示という映画があるけども、その絵は日本ではまだ関ヶ原の戦いをしている頃の絵です。それは大正時代にね、こちらのラジオさんが勉強しましたね。学校でね、いろいろ感じますけど、はい、船の真正面に2階が白い壁の位置があります。これが大原美術館を作った大原さんの家です、ね、船の前に、この船の前のオレンジの壁の綺麗な屋根の家は大原さんの家に設定です。すごい、温泉行ったんだけど、こういう感じだった。全部かな。かわいいよ。すごい、見られてる。見た、見た、全部見た。板塀が続く広い建物はこれが海鮮丼屋、船丼屋さんですね。船の船ね、いろいろね。倉敷はほらお米をずっと運んでたからね。お米を運んでて、で帰りには空で帰るわけじゃないんですよ。もったいないからね、いろんなものを積んでいるから問屋街ができたんですよ。で、船がやりくりをするから船丼屋さんね、そんな感じよね。風が涼しいな。
がないんで確定はできないそうです。ここにね、あの、ここに明治10年。おお、明治。何を書いてる？明治10年ですね。ここにね、あの会社のね、以前こう、藤原さんとかね。あ、名前か。名前が3人。お帰りなさい。